コマディ・カルロ・ゴルドーには、ベネツィア共和国の劇作家で、リブレット作家。1707年、ベネツィアの医師の子として生まれ、パドバ大学で法律を治め、転じて、パビア大学を卒業した。その後北イタリアの各地を遍歴し、傍ら劇作に手を染めた。1748年、弁護士を廃業し、メディバック劇団の雑記作者となり、ヤツギバヤに、 斬新な喜劇を世に送り、演劇の改革時代を将来した。1753年、三流歌劇場に移ったが、新しい時代の変革を反映した彼の作品を、喜ばない観客に加えて、キアーリア、こちら、保守的な劇作家の誹を攻撃の的となり、失意のうちに倒伏した。パリのイタリア劇団の招きによるものであった。1764年、 ルイ15世の創生を受け、ベルサイユ宮で王女たちのイタリア語教育に当たったが、フランス革命を迎えてパリに退き、1793年2月6日同地で他界した。200数十に及ぶ喜劇に彼はベネツィアの民衆を描き続け、そこによく広く普遍的な人間正常の真実を映し取ろうとした。 仮面を抜け出し、素顔の表情を持って捉えられた民衆群像は、その歪雑性よりも明るい活力において、凋落する貴族の無意と、怠惰な姿に対比されるものであった。旧体制下におけるオプティミストと評されながら、彼の善意と良識に支えられた喜劇は、コメディアデラルテの持つ、非属性と仮面による人物の類型性を脱却して、画期的な生命を獲得し、イタリアにおける、 近代劇への母体となった。現代に至るまで、その傑作が世界の舞台で上演されている。ありがとうございます。